レース1着になりました浅井選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。本日あの3社のレースになりましたけども、はい、作戦などはどういうふうに考えられてますでしょうか。はい、あのスタートは前か前中段というところで、スタートは考えてましたね。坂本選手の切りに来たところ、まさあのジャンからホームのところで、天狗選手行きましたけども、あの辺りはついていてどうだったでしょうか。はい、あのしっかりとあの行くタイミングで、両平君が仕掛けて、そこであの渡辺君が、ね、来れば、3番手だったし、まあ、来なかったら来なかったで両平のペースで先行だなって思ってたので、まあ、しっかりと自分も1コーナー仕事をしながら、3コーナー仕事をしながらという形で、落ち着いてレースはできてたんですけど、まあ、結果言えばラインで決まらなかったっていうところは、残念な部分ですね。ホーム次のところで渡辺選手仕事して、まさらず松本選手は来たかなと思いますけども、あの辺りっていうのもしっかりと見えてたっていう形ですかね。そうですね、あの見えてたし、逆にあの1コーナーで、ゆうた君をちょっとさばいてから、牽制しながら、そこで高原君がね、うちに詰まってくれてたらいいのかなっていう頭はあったんですけど、まあ、しっかりと持ち出してたので、そこが少し誤算だったっていう部分ですね。でも最後は踏み込んで1着になりましたけど、まあ、ご自身の状態は、まあ、共同から2走してここを迎えましたけども、どうでしょうか。はい、あのやっぱり共同で落車した分の、後遺症というか、ダメージはあったんですけど、しっかりと、整備、そして、函館ですね、レースに向き合えているので、まあ、今回もしっかりとレースに向き合える状態があると思いますね。わかりました。では、明日以降意気込みを最後にお願いいたします。はい、しっかり走ります。応援お願いします。